はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、スマホ決済、キャッシュレス、困った時問い合わせ方法まとめということで、今回はですね、最近とあることでちょっと話題で、スマホ決済の、不正利用で盛り上がってるんですけども、それに関連して、もしですね、何か起きた時、実際にどこに問い合わせればいいかですね、僕なりにざっくりとまとめてみましたので、参考程度に聞いていただければなと思います。ということで、まずは PayPay なんですけども、PayPay の場合は自動チャットの対応があったりですとか、もし直接問い合わせる場合は PayPay のアプリを開いたら、アカウント、PayPay について、そしてお客様問い合わせというところに入れば直接の問い合わせフォームにつきます。次に LINEPay なんですけども、LINEPay の場合は、自動チャットあるんですけども、この自動チャットに関しては LINE のアプリの中でやり取りするものですね。そして直接問い合わせる場合は LINE のアプリを開いたら、右下のウォレット、そしてヘルプ、そして問い合わせフォームにつくという流れですね。次に楽天ペイなんですけども、つい先日、僕もですね、楽天ペイに問い合わせをしたんですけども、この時は楽天ペイのチャットオペレーターは自動のチャットではなくて、普通のオペレーターさんが対応してくれました。で、ちょっとページが見つけきらなかったんで、Google とかで楽天ペイスペース問い合わせなどを検索して、そのフォームにたどり着きました。一応ですね、アプリ内でも問い合わせフォームは一応あるみたいです。次は折り紙ペイですね。これですね、折り紙ペイに関しては、アプリの中にヘルプページはあったんですけども、直接の問い合わせフォームがちょっと見つけきらなかったんですよね。もしですね、ご存知の方がいらっしゃいましたら、下のコメント欄に書き込んでください。次にメルペイなんですけども、メルペイの場合も自動のチャットの対応があったりですとか、もし直接問い合わせる場合は、メルカリのアプリを開いたらマイページ、そしてお問い合わせ、で、その中に問い合わせフォームがあるというような流れになります。次にファインペイですね。ファインペイの場合は左上の3本線をタップしたらお問い合わせというところを開きます。そしてチャットボットがあったりとか、あとはメール、そして電話対応もあります。そして今現在ちょっと話題になっているセブンペイなんですけども、セブンペイの場合はセブンイレブンのアプリを開いてセブンペイを開くと、そしてメニューをタップしたらお問い合わせというところをタップします。その中に自動チャット対応とかメール、そして電話というところがあります。多分この電話番号に関しては、セブンペイお客様サポートセンター、括弧特設というふうに記載があるので、もしかすると、一時的にこういったのを設けてる可能性もあるので、そこに関してはお気をつけください。最後に QR コード決済ではありませんが、キャッシュについても調べました。で、キャッシュの場合は、キャッシュのアプリを開いて、右下のアカウント、そしてお問い合わせ、そして情報入力して送信というふうにすれば大丈夫です。ということで今回はキャッシュレスの8社についてお問い合わせ方法を簡単にまとめました。もしかするとアプリのアップデートなどが行われたりすると、お問い合わせ先の場所が変わってたりするのでお気をつけください。ですね、本当この動画にしながらいつこれが役に立つのかわからないちょっと謎の動画になったんですけども、もしスマホ決済で困ったらこの動画を参考にしていただければと思います。ということで今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。